ホリース駅とは、アメリカニューヨーククイーンズ区、ホリースの193丁目とウッドハルアベニューの交差点にある、ロングアイランド鉄道本線の駅である。ヘンプステッド支線の列車のみが停車する。当初、この駅は、イーストジャマイカとして1885年5月に建設され、同年9月にホリースへ改称された。この駅は1915年に、 購買解消計画の一環として改築された。駅舎は1967年11月2日に放火により破壊され、新しい駅舎が1990年代初頭に再建された。この駅は高床の相対式ホームを2面持ち、どちらも有効長は4両である。3番線と隣接する北側のプラットホームは通常、西行き、または、 ニューヨーク行き列車が使用する。4番線と隣接する南側のプラットフォームは通常東行き列車が使用する。この駅において本線は4線である。どのプラットフォームとも隣接していない中央の2線は通過列車が使用する。南側のプラットフォームの南にある5番目の線路はヒルサイド車両基地東端に通じている。ウィキメディアコモンズには ホリス駅に関するカテゴリーがあります。ホリス駅の1909年の地図、ありがとうございます。